なんだか同じような、というか同じ場所に来ているような気がします。どういうことだ。始まりの終わり、終わりの始まり、よく言うだろ。どうやら閉じ込められたようだな。抜け出せる手段がどこかにあるはずだ。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか、我が問いに答えよ。我は答える。黒き病がゆえに。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。そのものを主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか。なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして、なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや、違うような。嘘だ、嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロでしょ。
裏切りの輩、お前に質問される筋合いはないわ。力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか？くそ、どうしてなんだ。デボルさん、ポポルさん、なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして？全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか？ずっと仲間だったのか？答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくるぜ。シロ、大丈夫か？おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王は回らなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ。大丈夫。が聞こえます。東海とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。閉じ込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。
じゃキリがない。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。無当会か、豪勢シロ。ああすまぬ、援護だな。カエネさんを守ってあげてください。カエネ、まだか。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。バカ者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一万が一のことなど知るか、この扉。え、開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。大丈夫か。ああ、それよりも。欲しいなどと思ってはいない。カイネ、なんだ今のお前の心。憎しみでも悲しみでもない、この色を知るか。カイネさん、大丈夫ですか。大丈夫だ。こいつらを蹴散らして先に進むぞ。実に面白い。おい。
やつは不死身か。この霧、まずいです。これがどこまで。いや、くそ。しっかりしろ、カイネ。あんなの相手にしていたら、いつまでもヨナの元にたどり着けるぞ。ここは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。自分をごまかしているだけだ。ではそんなんじゃねえ。いいんだ。何、私もそうだ。だがそれが分かったところで何もならない。もう手遅れなのよ。私たちは何もかも遅すぎる。今さら引き返すことなんてできない。だからこそ程度とチイルトって。デズチアセヨーリ。ギッタキットだ。アラ、フェルアト、シデン、チ、ウセキヨン。イラ、コック。ハハハ。カツデ。どうしてここに。サブリクシーだ。カイザム突起論だろ。しかり、いや、アラトテ三世帯。
クルアリ、クワリットテトラス、なんか失神で。でも、アラ、ペルアト。どんな来て、ケリゴイタリ。アフェリア、トサチの地サッタト。トメルタ、カイザムチ。おい、やめろ、離せ、やめろ。おお、ギー、後でアリクラーサ箱こ。開けろ、お前らだけじゃ無理だ。ゆっくく、お、タオキ、アルタ、ビュート、クルト、コ、チ、イル。さて、ケタル・イト・エチ・ケロ・アルテリア・ダセ・ギウ・ジー各イシギシ真鍮・カレルタ・カイザム・テイラス。うん、あんだ、アラタテ・ウラーヌ・ペルア・ト・チ・ウラーヌ・カレルタ・ト・ト・チ。おお、開けるんだ。グズグズするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな、フィーアのために。おお、デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの？なら、思い出させてやる。白！頭の思い出したぞ、デボル、ポプル。なんじらは人間にあらず、そして。口ごもったね、言いづらいかい。ならポプル、
代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う。俺はお前たちとは違う。殺してやる。
めてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきた。長い長すぎる歴史も真実も。なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい。進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか。クソ。大丈夫です。
行くぞ。